火をつけてから少し時間が経過したんですけども、もうあっという間に火がついています。こんにちは、ケンシです。ヤマトです。今回の動画では市販の着火剤とか、あとはガスバーナーとか、さらにはうちわとかも使用せずに初心者でも簡単に火起こしができる西岡流という火起こしの方法をご紹介していきたいと思います、うん、それではやっていきましょう。おい。で、今回用意するものがまずこちらですね、うん、ホームセンターとかでよく売られている炭になります。そうですね、コンビニとか夏になると売ってるところもあると思うんですけど、うん、ごく一般的な炭を使用していきます。これに火をつけるための道具としてもう一つライターです。これは何でもチャッカマンでもジッポでも何でも火がつけば、まあ、マッチでも大丈夫ですね、うん、で最後もう一つ、今回は市販の着火剤の代わりにこちらの新聞紙を使用して作っていきます。じゃあ早速やっていきましょう。はい。今回市販の着火剤の代わりにこちらの新聞紙を使って着火剤を作っていきます。はい、まず大和君に作ってもらいますので広げていってください。はい。まあ、最近だと新聞紙を取っているご家庭とかも少ないと思うんですけども、そうだ、ね、スーパーとか、あとはあの廃品回収のところとかで一声かけてもらったりすることもできるので、うん、そうすると手に入りやすくなると思います。はい。で、新聞紙を大きく広げて、うん、このままだとちょっと大きすぎるので、うんうん、これを半分に一回切ってください。はーい。OK です。はい。で、新聞紙が半分になったら、これを、またさらに半分に、今度は折り込んでいきます。はーい。一回、二回、三回、四回。そうですね。そしたら、その向き。うん。で、雑巾を絞るように絞り込んでいきます。うんうん。ぐっと。はい。でこんな感じの新聞紙のねじり上げみたいなのがねじり上げできるので、どっかのお土産にあるよね、うん、こんなのね。でこれを全部で11個作ってください、うん、はい。でこのねじり込んでいく理由としては、くしゃくしゃにしてもよく燃えるんですけど、うん、よく燃えるのが早すぎちゃって、うんうん、その瞬間最大風速みたいになっちゃうから、炭に火がつく前にこれが燃焼しきってなくなっちゃうんだよね。うん。だからそれをねじり込むことによって少しでも燃焼する時間を長くするっていう意図があって丸めていきます、うんうん、今10本丸め終わりました、うん、でそれと1個プラスして、これがね、火付け用のね、ちょっと長めの、他のに比べて長めの火付け用のやつだね、うん、じゃあ計11本できたので、じゃあ早速組んでいきましょう。はい。じゃあ次は先ほど作成した新聞紙を組んでいくんですけれども、今回僕たちは焚き火台を使用していきます。でグリルを使用する方はグリルで組んでいってください。さっきの新聞紙をいげた状に組んでいきます。もう真上から見ると分かると思うんですけども、漢字のいの字ですね。そうですね。でポイントはこの真ん中にちゃんと空洞を作ってあげることです。でこうしてあげることによって空気をちゃんと下から吸い上げていって、でそれが煙突効果を発揮していって、うん、周りの炭に火がついていくというものになっています、うん、はい。今こんな感じで組み終わったので、こちらの周りに炭を並べていきます。でイメージとしては炭でこれを隙間なく囲っていって、でそれで煙突を作るイメージで高さを出していきます、うん。で結構この組んであるいげたが動きやすいので、ちょっと慎重に、ね、慎重に組んでいきましょう。慎重に慎重に。一回火がついてね、この中に入れちゃえばこうグッて狭めて崩れても大丈夫なんですけど、うんうん、慎重にやりましょう。はい。ここから見るとこんな感じですね。できる限り高さを出した方がいいんですけど、今回炭が一個ずつ高かったから、まあ、うまく組めない場合は半分に割ったりして、でそれでできる限り高さ、この煙突になるような形にするようにするのがポイントです。でちょっと火をつけていきましょう。ここで組み終わったので、さっきの11本目の新聞紙を用意して、これに火をつけて、このいげたのこの中心に突っ込んで火をつけていきましょう。 お願いします。はい。
火をつけて、で突っ込んだら少し炭を寄せて、あとは放置しておくだけです。でこの時になんか息を吹きかけたりとか、うちわで仰いだりしたくなったりとか、でちょっと炭を動かしたりしたくなっちゃう気持ちを抑えてください。抑えて、そうしないとあのせっかく火がつきそうなのにうまくいかなかったりとか、今この中で上昇気流が発生してるんですよね。火がついてることによって、でこの高さがあるから、この煙突効果で下からとか横から酸素をグーって吸って、それが中で温められて上にグーって上がって、でそれが大きな火力を生んで今炭に火をつけている状態なので、この時にとにかく耐える、耐える、やることは乾杯しましょう。乾杯ですか乾杯ですか。でちょっとこのまま見ていきましょう。触りたくなっちゃうもんね、あれ、うん、周りの人にも言っとかないと、うん、触り始めるやつが出てくるからほっとけ、うん、すげえな、すげえ。少し時間が経過して、もう中は真っ赤っかに火がついてます。そうですね、うん、ほんと 2,3 分でここまで。備長炭とかだともう少し時間がかかると思うんですけど、こういうホームセンターの炭とか、まあ、結構細かいから火付きが早いと思います。うん、もう少し見ていきますか。でもまだ文字見えるやつあるからちゃんとついてないな。そんなに持つのかね、その目中から4分ぐらい持つらしい、うん、あんなに火起こし大変なのにね、これでやると本当に簡単です。火をつけてから少し時間が経過したんですけども、もうあっという間にこんな感じで、ね、しっかりついたね、火がついています、うん、で今回はちょっと形が悪い炭を適当に積んでったから、よりこの後バーベキューもするからちょっと炭多めに使ってるんですけど、ちゃんと炭を形を整えたりとか、あとは岩手切り炭とかっていうちゃんと形が整ってるような炭とかを使って組んでいくと、ほんと少ない量とかで組むことができるので、そうすると最小の炭とかでできるのでやってみてください。でちょっと崩して中見てみますか。でちょっと広げてみます。はい、こんな感じで、あんまり炎は見えなかったりすると思うんですけど、白くなっている部分が炭が火がついているような状態ですね。でかなり高火力なので、もうすぐにバーベキューが始められているような状態です。そうね。でただこの新聞紙を使う欠点としては、とにかく舞うんですよね、うん、だから風が強い日はもちろん使えないし、あとは周りにサイトが近いところとか、あとは混んでる人からと他のお客さんに迷惑をかかっちゃうとかもあるので、まあ、そういったところだとなかなか難しいんですけど、これ覚えておくだけでもいざという時にささっと火起こしをすることができるので、もうちょっと炭たけねえわ、火起こせねえわっていう時にぜひ試してみてください、うん、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。